あるのす。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、すいません。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、お願いします。どうやら今日18日前夜の日で上天丼が500円になってるらしいです。これは言わないといけない。普通の日だと普通の天丼が500円みたいですね。いろいろあるんですね。とりあえずビールセット入りました。はい、あ、どうぞ置いてください。ありがとうございます。お酒がもう少しあったら嬉しいな。セットでスタートします。乾杯。うまい。天丼のタレとおしんこと天野の醤油かな。この辺をちょこちょこっとおつまみにするのもありですね。ありがとうございます。すいません。
ありがとうございます。来ました。これがテンプラ&生ビールセットです。天つゆ昭和かな、最高だし。ではではいただいてみますか。大好きなレンコンからいきますかね。ちょっと大根おろしを置いておいておつまみにしようかな。成功。うん、やっぱりね、高い天ぷらじゃないけど揚げたては美味しいな。ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。はい、来ました。ほうれん草のおひたしと冷ややっこ。いや、もう茶色もこれで十分ですね。これは、ここの冠の醤油ですからね。冷ややっことビールといえばもう外れないですから。うん、普通に美味しいです。別に特別美味しくはないですけど、普通に美味しいといえばね、十分幸せ。もうね、普通が一番幸せ。ああ、ほうれん草いいな。エビはね、塩でいきたい気持ちもあるけど、王道の天つゆでいっとこうか。うん、なかなか大きなエビですよ。あ、美味しい。やっぱりエビうまいな。お待たせいたしました。はい、餃
ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お願いいたします。こちらお下げいたします。はい、お願いします。来ました。これが上天丼です。何が上なのかよくわかんないけど、ビールが2匹だからね。そこはまたちょっと調べるのかな。味噌汁がついてるのは嬉しいかもね。ではまずエビが2匹あるので、エビをおつまみにしますかね。この天丼のタレ興味ありますね。どんな感じかな。僕は天丼のタレはちょっと甘めが好きですが、あ、美味しい天丼だよ。